おはようございます。というか、もう今日はちょっと朝から更新するのが間に合わなくて、昨日は一日オーバーロード作戦というものをやっていました。オーバーロード作戦、ミンペックスはファイアベースを元にサクズサーバーに仕事を投げてるんですけど、これだとサクズサーバーメンテが死にますと。そこでオーバーロードというサービスを用意して、そこにプログラムを送信すると自動的に子羊サーバーが上書きされるという仕組みです。プログラミングはですね、まあ、最初はそのもうすでに動いているサービスなんで、まあ、適当なその暇そうなサーバーでとりあえずプログラムを書いて、並行して、この裏側でのタスクで GPU が一生懸命作図しているという状況ですね。で、まあ、今後ちょっと作図サーバー増えてきたときに、もう 今まではこの5台あるサーバーを一個一個手で更新したんだけど、それ間に合わないんで、これ途中でちょっとまあ、テレビでやっぱりミッドジャーニーとかやりたいっていう打ち合わせとかしたりとかしながら、まあプログラムを書きました。オーバーロード作戦開始。作戦第1段階、コード暗号化開始。作戦第1段階、コード暗号化完了。作戦第2段階、コード送信。作戦第3段階、オーバーロード実行、実行。シープ止まる人、シープ止まる人、起動確認。シープ30人、シープ30人、起動確認。オーバーロード作戦完了。まあ、こんな感じでね、まあ、半日ぐらいかな。作って動くとすごい気持ちいいんですけどね。まあ、ちなみに壊れた方のマザーボードは技研ベースで、手先が器用な店員さんじゃないよこと大沼さんが、一生懸命直してくれました。このルーペ使ってね、メガネでルーペっていうのをどんだけ光学機器に頼ってるんだって話なんですけど、これはまたすごいんですよね。この折れたピンを本当に丁寧にこうピンセットの先で直していくんですけど、よくこんなことできるなっていう神業ですよね。よくこんなことできるな感じ、本当にちょっとずつちょっとずつね、こうやってピンでなんか直していく。でこれ直ったらすごいなと。これちなみにハンダ付けし直しとかできないらしいですね。あまりにも基板が複雑なんで、まあ普通の人ではっていう感じですよ。でピンをね、折れたピンをね立てていくんですよ。こうやってすごい神業だって思ってですね、これはもしかしたらもう一台作れるんじゃないのこれでって思ったんですけれども、やっぱ完全に折れてるピンが1個あって、さすがにそれは起こせないのでメーカー修理に行こうとなりました。まあ、修理ね、今混んでるんで3ヶ月から7ヶ月かかると言われています。ではまた明日。